Yo. Eh ben bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Captain Tsubasa. Aujourd'hui, ça y est, c'est le début du tournoi mondial Junior Challenge. Donc le premier match des poules de la ligue commence. J'aurais peut-être dû changer le titre. Non, la Coupe du Monde commence, c'est bien. J'aurais changé peut-être sur YouTube. Menu entraînement, match, défi. C'est quoi défi histoire? Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Utiliser la V-Zone. Pendant la V-Zone de l'Italie en deuxième mi-temps. Merde. C'est qui doit faire ça? Takeshi Sawada. Bon, on va faire ça. Menu entraînement. Progression du joueur, j'avais mis. Objet d'entraînement, c'est bon. Ça a l'air bon. Bon, on est parti. On commence tout de suite. Excusez-moi. On est parti, on va affronter l'Italie. Ronaldo, n'importe quoi. Leonardo Rossiano. Attaquant italien. D'accord. Ouais, le jour du tournoi mondial est arrivé. アメリカが威信をかけ最新の技術で作り上げた新スタジアム、スタークラウンスタジアムは超満員。アメリカのサッカーファンの皆さん、世界中のサッカーファンが新たなるヒーローを目にしようとひしめいています。そしてこれより入場行進。まず初めは南米からの招待国アルゼンチンです。キャプテンのファンディアス君はアルゼンチンでも 10年に 1人出るか出ないかの逸材という噂です。このディアス君がどんなプレーを見せてくれるか、この大会の楽しみの一つです。そして次は言わずと知れたサッカー王国ブラジル。フランス大会は不参加だったブラジルですが、この新たな大会には参戦。もちろん実力者揃いのブラジルですが、中でも注目はカルロス・バーラ君。ブラジルの伝統の背番号10をつけている、そのことだけでも 彼の実力は証明されていると言っていいでしょう。続いてフランスの入場。母国で開かれるはずだった大会が中止となったフランス。その悔しさを晴らすため、選手たちは大会直前まで特訓に特訓を重ねてきました。そのフランスを率いるのは一つ上の世代ユース代表にも選ばれていた実力者エルシド・ピエール君。彼の得意とする芸術的サッカーは 我々をどのように魅了してくれるのでしょうか。そしてドイツが入場。ドイツを率いるのはドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君。その他にもシェスター君、カルツ君、マーガス君、ハイネ君と、まさにつわものぞろい。日本をプレマッチで大敗させた彼らの力、まさに優勝候補の筆頭にふさわしいでしょう。そして今日 日本が初戦の相手としてぶつかるイタリアの入場です。今大会屈指のゴールキーパー、ジノ・ヘルナンデス君は大会前のプレマッチはもちろん、この1年間全く失点していないという恐るべき選手、パーフェクトキーパーとも呼ばれるこのヘルナンデス君から、果たして日本はゴールを挙げることができるか。そして、イタリアサッカーの攻撃を担う新生のフォワード、レオナルド・ルチアノ君にも注目です。そして、日本が登場です。 すごい。でっけえスタジアムだな。それに
すごい歓声だ。ついに始まったんだな。8月に熱戦を繰り広げた全国中学生サッカー大会、そして代表選考会ニューヒーローリーグを通じて選ばれ、そして嬉しいことに小学生の時に全国を沸かせた南葛FCの選手で、今はドイツで活躍中の若林君と同じく南葛FCの選手で、お父さんの仕事の都合でフランスへ渡っていた美咲君がこのチームには特別参加しているのです。全日本にとっては大変頼もしい戦力です。 Bon, on va voir, hein. On va essayer de briller. オランダの入場です。オランダ伝統の背番号14を背負うのは エースのブライアン・クライフォート君、ヨーロッパでも屈指のフォワードと評される彼を中心に超攻撃的サッカーで世界一を狙います。ここでセネガルが入場してきました。身体能力においては大会ナンバーワンの呼び声高いアフリカの雄セネガル、持ち前のスピードと高さを生かし大会の台風の目となるでしょうか。そして今まで以上にすごい歓声で迎えられるのは 地元アメリカチームです。世界最先端の技術と知識、そして科学トレーニングを使って鍛え上げたというアメリカの選手たち、その科学的サッカーで新たなる世界の強豪に名乗りを上げるのか。さあ、これで3カ国は出揃いました。 Bah, il en manque. Il y a pas l'Uruguay? Je pensais qu'il y avait l'Uruguay, moi. この大会開幕のセレモニーが終わると、いよいよ大会第1日目の第1試合、日本対イタリアの一戦が始まります。Vu que quand quand en fait quand on peut créer son équipe pour jouer online, on peut choisir des joueurs de l'Uruguay en fait. Dans mon équipe, j'ai mis Victorino. Mais là, apparemment, ils font pas partie du des équipes du tournoi, d'accord. Yoshi, minna kike. Iyoyo kyou kara Junior Youth World Challenge no hajimari da. Kakuji これまでの練習の成果を存分に発揮して頑張ってほしい。はい。うん。それでは今日のイタリア戦のミーティングに入る。みんながプレマッチで見た通り、イタリアは世界でも屈指の守備力を誇るチームだ。その硬さはカテナチオと呼ばれている。特にゴールキーパーのヘルナンデスはこの1年間全くゴールを許しておらず、 パーフェクトキーパーの異名を取るほどの名手。彼からゴールを奪うには中盤を抑えてたくさんのチャンスを作り、シュートを打ち続けていくしかない。はい。そしてその中心は翼とヒューガだ。頼む。はい。一方、イタリアの攻撃についてだけど、硬い守備で相手を止めてからのカウンターが主になっている。そのイタリアのカウンターの中心が フォワードのルチアーノだ。彼は体の強さと技術を兼ね備えた厄介な選手で、抑え込むのは簡単じゃない。けれどプレマッチを分析していくと、彼のプレイには大きな特徴があることが分かった。自分からパスを出すことはないし、味方もあまりに彼にパスを送っていない。つまりほとんどが単独プレイなんだ。だから対策としてはルチアーノがボールを持った時は彼を徹底マークする。 逆にボールを持っていない時はフリーにしてもいい。ただしこぼれ球には要注意だ。もちろんルチアーノ以外の選手たちにも油断は禁物だ。素早いパス回しに振り回されないように気をつけなければならない。でも僕たちも世界の動きには慣れてきている。落ち着いていけば大丈夫だ。では翼、
キャプテンとしてみんなに気合を。はい。みんな。予選グループを勝ち抜くためにも今日のイタリア戦絶対に勝つぞ。俺たちは日本のサッカー選手たちの代表なんだ。無様な姿は見せられないぜ。ああ、俺たちの力を世界に証明してやろうぜ。みんな、いよいよ大会本番だ。フランスの大会の中止から今日まで俺たちは厳しい練習を積んで鍛え、俺たちが力を合わせれば負ける要素はどこにもない。世界一を取るのは俺たちイタリアだ。おう！何が力を合わせるだ、バカバカしい。な、バカバカしいだと。ザクは勝手に慣れ合ったろ。俺は俺のやりたいようにやる。いいか、俺の足を引っ張るんじゃねえぞ。俺はこの大会を踏み台にしてビッグクラブに移籍するんだからな。Je comprends pourquoi il est pris dans aucune équipe en Italie. Avec un raisonnement pareil. さあ、ついに開幕しましたジュニアユースワールドチャレンジ。そのオープニングゲームは日本対イタリア。アズーリの名で親しまれる青のユニフォームイタリアに対し、日本は白を基調としたユニフォームでの入場です。開会式の入場行進を終えた各国の選手たちがこの模様をスタンドから観戦しています。優勝候補の一角に挙げられる実力国イタリアに、翼くんたち黄金世代を中心とした日本はどこまで戦うことができるか。まもなくキックオフの時間です。今日はよろしく。ああ、ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーの名にかけて君たちのシュートは全て止めさせてもらう。そうはいかない、必ず俺たちがゴールをこじ開けてみせる。いつまでも喋ってるんじゃねえよ。あのキーパーすごい自信だ。向かい合っているだけで緊迫感があった。イタリアジュニアユースチーム、きっとプレマッチで見た時以上の力を出してくるぞ。クソ、ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーはこの俺だ、ジノ・ヘルナンデス。1年前の対決では引き分けだったが、今日は必ず俺が勝つ。いよいよだ、いよいよ始まった。大空翼をはじめとする才能あふれる選手が揃ったこの黄金世代、日本がワールドカップ優勝を目指す選ばれた選手たちの初めての世界へのトライ。とてつもなく大きな夢のその第一歩が今踏み出されるんだ。 Donc faut pas que j'oublie. Deuxième mi-temps, quand ils déclenchent leur Vezone, il faut que j'ai ma Vezone et que je le déclenche avec Sawada. Et normalement, ça devrait faire quelque chose. Ah, Victorino, il est là. Victorino. Diaz. Et là, on a quoi? Misaki, Mizugi, Ayn, Diaz. Bon, on va faire ça. Hein. Hop. Jouer le didacticiel, effectuer des tirs.
caché et tir combo. Non. Bon bah c'est parti. Bonne chance à vous. Enfin bonne chance à moi, mais j'espère que j'espère que je vais vous donner un bon match contre l'Italie. J'espère que ça va pas trop être chaud. Normalement, si je joue bien. Normalement, ouais. Vous savez quoi? Allez, hop. On se met un coup de peps. On va les niquer. Bon, bah, franchement, je vais les défoncer. Bam! Voilà, voilà comment on fait chez nous. Ah. Faites quoi là? Allez, ça dégage. Allez! Et ça, c'est un but! Quoi? Il était même pas là! Ouais, ça veut rien dire, on s'est pris pareil avec les États-Unis. Hein. C'est pas grave, c'est qu'un tir. Oh, j'ai pas vu, mais vous avez vu sa barre, elle est complètement vidée. Attends. Hop. Ah, lui, il doit prouver plus que les autres. Voilà, sa barre est vide. Ah merde, je... Oh putain, j'étais en train de regarder Nita. Du calme, Sawada, du calme. Voilà. Bah vous savez quoi? Je vais mettre le but. Ah, j'ai fait dans le vent. Merde, oula. Non, prends le ballon.
C'est quoi ce délire? Ah bah oui, j'avais pu... Allez, on se... Voilà. Tsubasa. Ah, c'était un tacle. Ah, je me suis encore fait avoir. Quand ça tacle, c'est un... Et but de Nita. Et 1-0. Bon, j'ai pas vu si sa barre était à fond, mais il a quand même bien perdu. Hein. Ouais. Toi, tu crois voir la balle, toi. Un 0 la première mi-temps, c'est bien. Ah bah les supporters sont pour nous, ça va. そう、俺たち日本なんて相当レベルの低い国に見えてたんだろうな。あ。俺たち頑張るから。みんな後半も応援してくれよ。お前ら本当に明るいな。いいんじゃないですか。 観客が味方になってくれれば心強いですよ。なるほど。ホームの雰囲気にするって。でもあいつら絶対でしょうね。わあ、ロベルト。ロベルト Longo est là. あの人もし みんな、ナイスファイトだ。ここまでは上出来だぞ。前半これだけ戦えたんだ。後半も大丈夫さ。そうそう。俺たち強くなってるんだしな。でもみんな、気を抜かないでいこう。美咲の言う通り、相手は優勝候補に挙げられてるくらいだ。きっとまだまだ底力がある。よし。 Ah, je crois savoir pourquoi ils veulent que je donne la balle à Sawada et que je déclenche la V zone. C'est parce que en fait, je crois que c'est le moment où il fait sa super passe à Yuga et Yuga il enchaîne avec son tir derrière et que ça, je pense que c'est ça. Le combo.
俺も世界で勝負していくためにあのルチアーノってやつには負けてられねえんだ。Je crois que c'est ça. Je crois qu'ils vont faire le combo Sawada, Sawada Yuga. Nandai, moshi mo no hanashi desu kedo, kono ato moshi Italia ni rido sareta to shitara, kitto Italia wa chijin o katamete kuru to omou desu. Sore de sou nattara shou ninzu de kuzusu no wa muzukashii n janai ka to. Sou natta toki wa ichi ka bachi ka全員で圧力をかけてゴールをこじ開けに行く方法もあるんじゃないかって思ったんです。もちろんもしもの話なんですけど、一応そういうことも考えておいた方がいいかなと思って。 Je pense que c'est ça、ouais. Et après on va débloquer le on débloque le comment on appelle ça, bah le combo duo Sawada Yuga.たけしがその時が来たと思ったら、俺がみんなを率いてイタリア陣内に攻め込むよ。Ouais, je pense que ça va être。ルチアーノ、いつもいつも自分勝手なプレーばっかりしやがって。なんだよ。何が俺の足を引っ張るのだ。貴様が自分勝手なせいでこっちは10人で戦ってるような。何言ってやがる。俺が一人で点取りに行ってるのは。お前らに能力がないからじゃん。何？俺はな、とにかく勝ちてえんだよ。ビッグクラブに移籍するにはチームを勝たせなきゃ意味がねえんだよ。だから俺の邪魔をするな。ルチアーノ、大体点を取られたのは俺のせいじゃないだろうが。なあパーフェクトキーパーさんよ、点を取られたのは誰のせいだ？もちろん俺のせいだ。それはすまないと思っている。おお、素直じゃねえか。さすが名門クラブの有望選手は余裕があるな。お貴様、ジノ、タルデリ、よすんだ。ジノ、あらら。ルチアノ、なんだよ、優等生の説教なんて聞きたくねえぜ。自分のために俺たちを利用したいならそうしてくれていい。それでチームが勝てるならば俺たちは喜んで利用されよう。日本は俺たちが思っていたよりも強い。それは前半に散々マークにあった君も感じているはずだ。ならばどうすれば局面が打開できるか、ここから勝つために何が必要で、bah c'est trop tard maintenant. Allez les gars, ah voilà. Donc nous faut qu'on tienne bon la barre et puis... Bah le mieux pour nous c'est... Faut pas s'en reprendre un et faut en remettre un. そんな、ロシとイタリア前半と様子が違う。ルチアーノ君をフォローする動きだ。イタリアが戦い方を変えてきた。ユーガ、みんな気をつけろ。あ、ウィー、やん。あっと、ヒューガ君大きく足を振りかぶった。見ていてください、キラ監督、送ってもらったあのブラックボールで鍛え直したこのシュート。来い、どんなシュートであろうと俺の黄金の右腕で止め、ヨーロッパナンバーワンキーパーであろうと必ずゴールに突き刺す。くらえ、これがレオタイガーショットだ。あ、ウェイ、d'accord、ネオ tir du tir et but。 Bah si c'est pas magnifique ça。ヒューガ君のシュート、ヘルナ
On a débloqué le néo tir du tigre. お前を目指し、お前を倒すことだけを目標にサッカーをしてきた。でもこれで、俺にもお前という目標の上を行く、もっとでかい目標が見つかった。ヒューガ君。Bah oui, si t'étais bloqué sur lui, 俺はサッカーにおけるストライカーナンバー9番を背に、世界一のエースストライカーを目指す。なんという威力のシュートだ。右腕を鍛えてきていなかったら確実に骨が折れていた。Bah, c'est pour ça que voilà, néo tir du tigre. C'est pour ça que en tant que gardien de but, il faut mettre ses deux mains. C'est quoi ces gardiens qui essayent d'arrêter les buts à une main quoi? Non mais non mais allô quoi. Non mais allô quoi, t'es un gardien, tu utilises qu'une main quoi. Ah! Donne-moi le ballon! Et de 1! Et de 2! Et de 3! T'as pas mal perdu, hein? Au niveau de ta barre de. Ah! Hop. Allez, c'est parti. Ah bah ça y est, j'ai fait le défi. Allez, c'est parti! Bon, Bam! Arrête de te la crâner! Yuga! Nita! Yuga! Ah! Ah, je l'ai pas vu. Faut un défenseur là. Allez Yuga. J'oublie toujours d'appuyer sur ce bouton. Allez, néo tir du tigre. Je sais pas si ça va rentrer. Et but! 3-0! C'était pas un tir que j'ai fait, c'était un centre. Oh joli. Thank you.
Putain, au moment où j'appuie quoi. Et là, j'en remets un. T'es mort. Le coup du chapeau pour Yuga. Oh, j'ai monté deux barres en plus. Il y avait encore une barre en plus que j'ai monté à fond. D'accord, donc je me suis trompé. C'était pas, il devait pas faire sa passe. C'est juste que il devait quand je donnais son, j'ai donné le ballon à Sawada, j'ai activé donc le truc mode histoire et il fallait qu'on mette un but avec pour déclencher cette scène là. D'accord. Et c'est fini. 4-0, ça fait du bien. Là, normalement, notre popularité a commencé à monter. Là. 4-0 pour l'Italie. 4-0 contre l'Italie, pardon. Plus 350 points, ça c'est génial. Succès. Alors. Quand il... Alors. Attaquant implacable. Faut déjà mettre 3 buts pour avoir ça, non? Ça c'est bien. Dribble aérien. Joueur réfléchi. Dribble vitesse lumière. Double contact. Mettre des passes. Bon, c'est cool tout ça. Donc maintenant, bah, Kyuga il a le néo tir du tigre, il faut toujours utiliser ça. Bon, après, c'est le premier match des phases de poule. もちろん、それは分かってましたけど、でも、ああでもしないと、
カテナチオからゴールは奪えないと思って。やっぱり勝つためには危険をくぐり抜けなきゃいけないこともありますからね。なるほど。優しい顔をしているのに君は勝負師だね。てめえの顔と名前。Ah bah oui, j'étais quand même... Je crois que j'ai dû lui prendre deux ou trois ballons. Point d'amitié avec Rossiano. Eh ben, félicitations, on a gagné. Gino Hernandez, Leonardo Lucci, Masami, Sekai no Butai ni Tatana Kereba, Deaenakata Kyoteki da. Tsubasa-kun, Owen shite kureta stando no minna ni aisatsu shi ni iko. Et on a même pas. On a même pas vu notre gardien de but dans ce truc là. On a tellement bien défendu. Il a jamais tiré l'autre. まだ残り2つを勝てば予選リーグを抜ける可能性はあるだろうが、落ち込んで無駄な時間使うくらいなら次の試合のことでも考えとけ。どうしたんだルチアーノ。翼、よくやったぞロベルト。あなたはロベルト本郷さんですね。全日本で翼は見事勝ちました。どうですか、翼のプレーを見て。あなたが日本を去ってからもロベルトさんが残したノートを頼りに翼は自分なりにサッカーを研究し、その技を磨いていったんです。今日見せたドライブシュートがいい例です。そしてその他の細かなプレイ一つ一つも、その全てはロベルトさん。どうか今ベンチにいる翼に会って。間違いじゃありませんか。私はロベルトとかいう人物とは違う。きっとあなた。私はロベロベルトさん。Désolé, j'ai éternué. Kyo no Shima, 勝ったけれども、俺のドライブシュートはヘルナンデスに丸っきり2アメリカのアズワンにも簡単に止められてしまったし、俺のドライブシュートは世界で戦うにはチカラ不足。でもヒューガ君はアズワンに止められたことをバネにネオタイガーショットを生み出した。俺も負けてはいられない。試合を組み立て点を取れるミッドフィルダー、理想の選手になるために。Et ben voilà. 4-0 contre l'Italie, c'est beau. なあ、オランダって強いんだろ。もちろんさ。イタリアは守備のチームだったけど、オランダは攻撃のチームだ。特に注目するべきは背番号14をつけるブライアン・クライフォート。彼は数年前にワールドユースを制したオランダ代表スタイン・クライフォートの弟でね。今ヨーロッパでも注目されているフォワードさ。へえ、詳しいんだね。うん、僕はオランダの伝説的選手に憧れてサッカーを始めたからね。今でもオランダのサッカーはチェックしてるんだ。なるほど。それで三杉君は背番号14を欲しがったのか。あの時はわがままを言ってすみません。でもどうしても
憧れの選手と同じ番号をつけたくて。憧れがあるのはいいことさ。それが成長につながるからね。俺がロベルトのつけていたブラジルの10番に憧れていたように、美杉君にもそういう選手がいたんだな。おい、そろそろ試合が始まるぜ。 Ouais, mais toi, Roberto, c'est un adulte et c'est un vieux joueur. L'autre, si on croit un peu le truc, Crawford, il a pratiquement le même âge, quoi. ここからどう試合を組み立て、あっとサンゴール君、いきなり大きく高く前に蹴り出した。そしてフォワードのムーサマリック・ジャロ君がオランダの選手の間を凄まじいスピードで走り抜けていく。ジョリーテッドプロンジャント決まった。セネガル電光石火の先制点。サンゴール君の正確なロングボールをジャロ君が高い打点のヘディングでオランダゴールに叩き込みました。まさにセネガルらしい高い身体能力を生かした攻撃だ。あのフォワードすげえダッシュ力だ。見たといい勝負なんじゃないか。おいおい、セネガルが先制しちまったぞ。だけどこれでオランダはスイッチが入ったよ。え？ほら、オランダの選手たちの様子を見てみて。あれ？いきなり先制されたのに全然動揺してないみたいだ。そう、いくらでも点を取る自信があるんだよ、彼らは。ここで試合終了。クチフリフィナル。オランダ対セネガルの一戦はオランダの記録的大勝に終わりました。先制点を許したオランダでしたが、エースのクライフォート君を中心にその後は猛攻に次ぐ猛攻で、一方セネガルは身体能力を生かしロングボールを多用してスペースに走り、オランダのミッドフィルダークリスマン君に中盤を抑えられ、孤立させられたサンゴール君になかなかボールが渡らず、後半セネガルの選手たちが走り疲れて足が止まったところを立て続けにやられてしまいました。Ils ont perdu combien？ これがオランダの攻撃力か。とんでもない連携の。今日は初戦だったから、これでもまだ動きが硬かった。ああ、前線の連携はまだ良くなるだろうな。このオランダと次は戦うんですね。こいつの言う通りだ、たけし。俺たちも強くなってるんだ。自信を持て。はい。みんな、イタリアに続いてオランダもかなり強そうだ。だから今日の勢いを次の試合にしっかりつなげていこうぜ。おう。France-Angleterre. Na, Misaki wa France Junior Youth Daihyou no chimu wo mita というか、実はちょっと戦ったこともあるんだ。え？戦うって、Misaki はどこのチームにも所属してなかったんだろう？うん。だから自分の今の実力がよくわからなくて、それで自分の力を測るために。無茶しやがる。でも。そうでもしないと日本代表に参加する自信が持てなくて。フランスの注目選手というとやっぱりピエールか。うん、エルシド・ピエール。彼のテクニックは本物だよ。彼とは2回1対1で戦ったことがあるけど、僕は2回とも抜くことができなかった。美咲君が。他にも注目選手はいるけど。あ、試合が始まるよ。Ah, il n'y a pas eu de dialogue entre deux. まもなく前半20分。
ここまで試合は全くのフランスペース。フランスのキャプテンエルシド・ピエール君、再びイングランド陣内に切れ、素晴らしい華麗なテクニック、その流れるような動きにイングランド選手は誰もついていけません。そして相手を引きつけておいてのスルーパス、見事ルイ・ナポレオン君に通った。決まった、フランスさらに追加点。ナポレオン君の鋭い回転のかかったシュートが一直線にイングランドゴールに突き刺さった。彼がルイ・ナポレオン、気が荒くて何度も乱闘騒ぎを起こしてるんだけど、それでも実力は見ての通りさ。さあイングランドも反撃だ。大きなサイドチェンジを繰り返しながらフランスディフェンスを揺さぶる。そして左サイドからエリア内で待つフォワードのディーン君に折り返。Ouais, mais il va se faire prendre la balle par Jean. Voilà. フランスの選手が出足鋭いタックルでそれをカット。パスを出させずにボールを奪い取った。これはディフェンダーのジャン君だ。あのジャンってやつなかなかやるな。美咲君、彼は？ごめん、僕もよく知らないんだ。フランス国際大会が中止になった後、もう一回代表選考会を開いた時に新しく入った選手らしいんだけど。ここで試合終了。フランス、イングランドを全く寄せつけず、中盤をピエール君が抑え、ナポレオン君が点を取り、ジャン君がピンチの芽をいち早く摘み取る。まさに理想的な試合だったと言えるでしょう。はい。フランス強いな。まあ当たり前なんだろうけど。彼の守備はとても効いていた。彼が後ろを安定させているから、中盤より前が安心して攻撃に力を入れている。フランスの戦い方を支えているのはもしかするとあのジャンってやつなのかもし。まったく、世界ってとんでもないところだな。次々とすげえのが出てきやがる。ピエール、美咲くん。美咲、俺たちは必ず決勝トーナメントに勝ち上がる。だから君も必ず勝ち残ってこい。今度こそ本物の試合で決着をつけよう。Ah, va y avoir un événement quand on jouera contre eux. Un peu comme Sawada et comme on a eu avec Sawada. よし、それでは攻撃と守備に分かれて、それぞれゴール前の連携練習だ。はい。行くぜ。よし、シュートだ。はっ。ナイスパンチング若島ぜ。反応が甘いぞ若島ぜ。今のは両手でがっちり取れたはずだ。何？それにそうだ、シュートコースがガラ空きだったぞ。もっと考えて動け。何？他のみんなもだ。動きがまだまだ悪い。イタリアに勝ったからっていい気になるな。そんな気の抜けたプレーでこれから先も勝ち抜けると思っているのか。何？若林君。おい若林、こっちだって一生懸命やってんだぞ。それを何様のつもりだ。おいやめろ。そうだ、そうだ、こいつの言う通りだ。味方に当たっても始まらん。それじゃあ練習を続け。Ah, il l'avait dit, hein,
à l'entraîneur la dernière fois qu'il passerait pour un méchant, mais qu'il dirait la vie, qu'il ferait tout pour améliorer les trucs. Mina, hayaku shinai to shiai ga omochu. Renshu ga nagabichatta kara ne. Maniaeba ii kedo. Ah, trop tard. Nanda? Oi! Ano score o Nanda ano tensha wa? Argentine wa butchigiri janai ka? Star Crown Stadium ni dai tensai shutgen. Mizukara tokuten o ageru dake de naku, midfielder toshite game mo kumitateru. Argentine soccer 10 nen ni hitori no itsudai. Soccer no moshimo no namae wa San Diaz. Juan Diaz. Eh, par contre, il faut pas voir les scores, donc je me demande bien combien ils ont gagné. Italia sendero Nippon no 10 ban ga Nambe style no dribble de Italia o nuketa no de jibun mo ikeru to omoimashita. Kono taikai ironna kuni no senshu ga dete imasu ga karera ni makeru to wa omotte imasen. Saigo ni yūshou o te ni suru no wa 自分がいるアルゼンチンですよ。点を取って試合も組み立てるミッドフィルダー、翼さんと同じスタイルですね。ファンティアス。よし、いいシュートだ。その調子で頑張れ。探しましたよ、ロベルトさん。あなたは？ アメリカのサッカー協会に問い合わせましてね。そうしたら今遠征に来ているサンパウロの少年チームの監督が、もう自分がロベルト本郷ではないなどと言わせませんよ。仕方ありません。でもお願いです。俺が今アメリカにいることは翼もう 翼の前に立つ資格のない人間です。3年前、俺は翼との約束を破り、一人ブラジルへ帰ってしまった。ああ、espèce d'enfoiré。それは、pardon。自分自身、翼を教えていく自信がなかったからです。でも、俺がいなくても、翼は成長していた。L'enfoiré, il fait une promesse à Tsubasa え、イズバーかもさ。日本サッカー協会からビデオが送られてきました。そのビデオには成長した翼の姿が映っていました。そのビデオに寄せられた手紙には、このビデオの少年はブラジルに渡りプロサッカー選手になることを夢見ていると。俺はそれを涙なしには見ることができませんでした。そしてこの大会での あのビデオよりも成長していた翼の勇姿。でもロベルトさん、翼はあなたが自分をブラジルに連れて行かなかったわけをこう解釈している。それは100%ブラジルでプロになれるだけの力が自分にはなかったからだと。そのため翼は自らに課題を課したのです。サッカーの本場ブラジルで通用するためには中学3年間誰にも負けないようにすること。 そのために公式戦にすべて勝ち続けると、それができなければブラジルでプロになる力は自分にはまだないのだと言い聞かせたのです。そして翼はあなたの残したノートに従い人一倍努力しました。そして翼はこの夏その課題を見事に成し遂げたのです。全国中学生サッカー大会を含めた 中学3年間の公式戦すべて翼は誰にも負けませんでした。日本で全国大会 V3 を成し遂げた翼は中学卒業後間違いなくブラジルへ渡るでしょう。ロベルトさんが書かれたあのノートにあることを翼はすべてマスターしました。お願いです。翼はブラジルへ渡りロベルトさんのコーチを受けることを望んでいます。 Ouais, vas-y, fais pas ta pute.
めてよろしく。Waouh, 50 points d'amitié. Nita. Bah non, c'est pas Nita. Ça, c'est moi qui ai shooté. よし、頑張ろう。Compétence Mizugi obtenu super remplaçant. Et j'ai eu 100 points. Oui, comme j'ai encore ouvert des cartes et déjà avant et encore plus maintenant. Là, on va tomber sur une phase où il va y avoir pas mal de trucs. よろしく。Ouais, il est vachement renfermé, timide. Il ose pas en fait. Il y a pas mal de choses où il ose pas. Ah, événement supplémentaire. Qui va venir me voir? Qui va me donner un tir ou un truc? Ah, il a eu un problème à l'œil. Bonus d'équipe. Durée de la zone V augmentée dans les prochains matchs. Ah, bah c'est bien ça. C'est quoi le défi histoire? Ah oui, bah on a succès le défi histoire, d'accord. D'accord, et là contre les Pays-Bas, on en a deux. Avec Gito sur le terrain, règle un affrontement. Avec Sano et Dirk en première mi-temps. De quoi? Avec Gito sur le terrain. Condition d'achèvement, condition de déclenchement. Avec Gito sur le terrain, règle un affrontement. Avec Sano et Dirk en première mi-temps.
Ouais, d'accord. Avec Juto sur le terrain. Donc, ouais, ça, c'est des conditions où il faut. D'accord. Marc avec Sano en deuxième mi-temps. Mais c'est qui, Dirk? Ou sinon, j'ai. Là, c'est pour avoir titre minuscule. Et ça, c'est pour avoir le titre artiste. Et Mizugi, technique super tir, volée roquette volante. Ça a l'air intéressant le défi 3. Règle un affrontement avec Mizugi et Cruyford. Misaki, Yuga et Wakeshimaru en jeu. Ouais. De toute façon, ils y sont toujours, eux. Utilise la zone V du Japon en deuxième période lors d'une égalité. Ouais, mais faut seulement qu'on soit en égalité. Soit on s'est pris un but, soit on n'a pas encore marqué de but. Condition de déclenchement. Faut que Mizugi fasse un truc contre Cruyford. Et utiliser pour donner. Ouais, bon. On verra bien, on verra bien. Alors, je vais monter ma technique. Wow. Je vais monter ma puissance. Je vais monter mon attaque. Je vais monter ma vitesse. Et je vais monter ma technique. Bah, tu sais quoi? Je vais encore monter ma technique. Ma vitesse. Et ma puissance. Les techniques. Eh ben. On va mettre ça et ça. Elle passe, on m'en a toujours pas donné. Les tacles.
J'ai celui-là qui est très bien. Et j'ai celui qui est très bien. Blocage acrobatique. Ouais, donc c'est très bien. Drive le rythme, c'est bien ça. Mettre ça. Bah, je suis désolé, hein, c'est un peu long, mais là ils m'ont mis tellement de trucs. Un jour, faudrait que je prenne le temps de le faire. Je vais le faire quand. Ouais, je le ferai. Je ferai plus tard. Alors, objet d'entraînement, bah ça c'est bon. Amitié, mission d'appel. Ouais, ça on s'en fout, on verra ça plus tard. Progression joueur, c'est fait. Défi histoire, on a vu. Bon, on est parti. Deuxième match de poule contre le Pays-Bas. Pardon, c'est parti tout de suite. Ça, meeting va commencer. Aujourd'hui, Hollande est... 先のイタリアとは打って変わって今大会屈指の攻撃力を誇るチームだ特に注意すべきはキャプテンのブライアン・クライフォートヨーロッパではシュナイダーにも匹敵すると評価される選手だもちろんクライフォート以外の選手もみんな一癖二癖ある選手ばかりで油断ならない相手だそして攻撃陣にばかり目が行きがちだが 守備陣にも注意すべき選手はいる攻撃に転じても決して一筋縄ではいかないだろう優勝候補にも挙げられる強国だが恐れず挑戦者の気持ちで向かっていってほしい同じく優手勝候補の一角である、イタリアを破った君たちなら実力を出し切れば勝てると信じているここで勝利をつかんで 決勝トーナメントを手繰り寄せるぞ。はい。お願いパーティー。憧れの国との対戦だもん。やっぱりそうなるよね。俺もきっとブラジルと戦うとなったら今の三杉君と同じ気持ちになると思う。いや、今日少しでも試合に出る機会があったら 僕の実力がどれほどオランダに通用するか。え、ライヴァン・モンドウ・コシュ君を呼ぶ。ああ、まあ、ほら。君の能力はもちろんだが、そのモチベーションの高さも、こういった試合には重要だ。前半はしっかりと相手の動きを研究して、後半、 それを生かしてくれ。頼むぞ。はい。そうか。クライフォートと勝負か。大丈夫。三杉君の実力なら絶対に通用する。ありがとう。 翼君にそう言ってもらえると自信になるな。日本はこのアメリカに渡ってから着実に力をつけてきている。
そして下馬評を覆して、あのイタリア、あのヘルナンデスから日本は得点を、偶然ではヘルナンデスから点を取れん、紛れもない日本の実力と言えるだろう。プレマッチの日本のイメージは捨てて気を引き締めていこう。監督、心配いりませんよ。俺が日本のゴールをつら…クライフォート、イタリアが負けたのは確かに予想外でしたが、それでも日本は俺たちの敵じゃない。いつも通りやれば、いつも通りに勝てば。自信を持つのはいいが、相手を侮るのはいただけないな。そうだ、奴らはどうあれ、あのヘルナンデスから得点して勝ったチームなんだぞ。用心に越したことはないと思うがな。いくら得点力があろうと、どうということはないさ。それ以上に点を取ればいいだけのこと。なあ、その通りだ。大体クリスマンはビビりすぎなんだよ。ビビってるわけじゃない。素直に彼らの試合を見て警戒すべきだと判断しただけだ。話を聞いていれば、クリスマン、いつからそんな臆病者になった？レンセン、お前まで。身長も過ぎると臆病と変わらないぞ。N'importe quoi。そこまで言うなら大丈夫だ。細かいことは言わん。好きに暴れてくるんだ。はい。Et quand ils vont perdre, ils vont chialer, ils vont dire: mais je comprends pas comment ça se fait. Bah, je vous l'avais dit. これ頼むぜ。なあ、今日も1点や2点で満足するな。いつでも点を狙うのがオランダのサッカーだ。勝つのは間違いなく俺たちだ。みんな行くぞ。おっ、ouais, et ben non。やってまいりました、ジュニアユースワールドチャレンジ予選リーグ全日本の第2戦目。本日の相手は先日のアズーリイタリアに続く強敵、恐怖のオレンジ軍団オランダ。Il faut qu'on gagne。常に得点を狙うアグレッシブさを信条とし、前線に豊富なタレントを揃えたその攻撃力は参加国中でもトップレベル。特にキャプテンのクライフォート君は今大会屈指のストライカーとして注目の選手。先日のセネガル戦の活躍は記憶に新しいところです。対する日本も負けてはいません。プレマッチ参戦予選リーグ第1戦と強敵との戦いを経て着実に力をつけています。このアメリカに渡ってからの成長で言えば参加国中トップレベルかもしれません。オランダにも引けを取らない戦いができるはず。期待しましょう。あれがブライアン・クライフォードか。実際にどんなプレーをするのか楽しみだ。あいつはあちらのキャプテンだ。向こうは、あいつ、俺のことは眼中もなさそう。イラルブラサー。思えばアメリカに来てからずっとそうだ。ならばこの大会を通じて俺たちのことを見る目を変えるしかない。そのためにこの試合勝つ。まあ、はい。T'es là pour faire tes preuves. Je suis 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 là pour faire tes preuves.Alors, les tacles, les passes, les dribbles. Non, on va reprendre les tacles.
Des super tirs? Non. C'est parti. On est parti. Pour notre deuxième match contre la Hollande. Et on va gagner. Et si on se retrouve à 1-1, à la fin de la première mi-temps, et ben voilà. Néo tir du tigre. Et 2-1-0. Allez, ça c'est fait. Attendez, je regarde un truc. Non. Bon. Ah putain, ouais, non, j'allais dire pas déjà. Allez, Nito, t'es parti. A plus. C'est quoi ça? J'ai appuyé sur le bouton pour charger, il a tiré. Et 2-2. Allez, emballer, c'est peser. Ah oui, j'aurais peut-être pas dû mettre des buts en fait. Ah merde. Ah. Oh, juste quand j'allais tirer. Ah. Oh.
Allez, allez, retrouve ta... Il est là, Soda. Ah non, c'est pas Soda que je veux, moi c'est Sano. Il est où, Sano? Ah, ça lui a rien enlevé, d'accord. オランダの猛攻をしのいだ。しかし油断するな。あの手の攻撃的チームは一度流れをつかませるとそれを止めるのは困難になる。この調子で相手にペースを握らせずに攻撃も守備も後半も厳しい戦いになるだろう。このハーフタイムしっかり休むんだ。 実際にオランダと戦ってみてどうだい。すごく強敵だ。オランダは伝統的に勝っていようと負けていようと常に得点を狙う姿勢を忘れない。それにクライフォートの目、あれは自分ならクライフォート以外の選手たちもやっぱり世界レベルの選手たちだし、何点差あっても諦めるようなチームじゃない。後半 このリードを守ろうなんて考えたらきっと隙を突かれてしまうと思う。だから俺たちももっと突き放すくらいの気持ちで攻撃の姿勢を。日本の中心はやはり翼くんだ。対してオランダの中心は紛れもなくクライフォート。あのクライフォートの自信がある限りオランダの攻勢がやむ。翼くんの言う通り 後半も楽な試合、こんな素晴らしい試合僕もフル出場したかったよ。まったく、こんな体が裏…水木、試合に出られなくて悔しいって顔だな。ヒューガ、気持ちはよくわかるぜ。俺もこの夏その立場に立ったからな。もっとも俺の場合は 完全に自分の責任だったけど。ただ原因はお前なんだぜ。僕が原因？<笑>まあそれにお前はこれから出番なんだ。あ、そう。お前が都大会の決勝で見せたあの華麗なプレイ、この試合その力が必要な場面。<笑>まさかヒューガにそんな。あ、僕はこの試合の前半ベンチにはいたけれど みんなと一緒にずっと試合をしてきたつもりだ。準備はしっかりできているよ。期待してるぜ。さあ、そろそろ時間だ。リードはしているけど負けているくらいの気持ちで後半も得点を狙っていこう。みんな、この試合絶対。日本相手にこんな折り返し方をするなんて。 思ってたより、ずっとやりやがる。イタリアを破った実力は確かなようだ。<笑>前半の出来なんか気にするな。クライフォ、勝敗は試合が終わった時にだけ決まる。後半に勝ち越してやればいいってだけの話さ。たとえ何点差があろうと、俺がそれ以上に点を入れてやる。世界一を目指す俺たちがこんなところでつまずいていられないだろう。クライフォード。
進まない。こんな時お前の自信が頼もしいよ。俺はこの大会で俺が世界一だと証明する。だから任せておけ。何度でも日本ゴールを貫いてやるさ。暗いホートにばっかりいい格好させるかよ。なあ連戦、俺たちもやってやろうぜ。もちろんだ、言われるまでもない。さあ行くぞみんな。試合が終わった時勝者となっているのは俺たちだ。おう。Ben non, parce que j'ai envie de gagner aussi. Je regarde juste un truc. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Ben il n'était pas sur le terrain. Sano, donc c'est normal. J'ai pas pu faire mon combat contre Dirk. Bon, c'est pas grave. Ah, par contre, les ont mis que je regarde. Ah, pourquoi il... Ah oui, parce qu'ils vont le mettre à la place de Sawada, d'accord. どれほど通用す、いや迷うな。持てる力を全力で発揮するだけだ。そして14を背負うクライフォート翼くん以来だ。こんなに戦うのが楽しみな相手は。あの選手背番号14か。その実力俺じきじきに見てやるぜ。この後半日本に攻撃のチャンスは与えない。日本よ、勝つのは俺たちオランダだ。それ切り返して抜いた。そら行け。こいつやるな。この位置でそれくらえ。タックルも決めた。マジか、俺がかわしてくらえ。Eh ouais mon gars, je suis pas la moitié d'un. Ah, pourquoi j'ai relâché? Eh le tacle! Quand tu veux, tu tacles. Bah ça va, y'a Jito qui est là. Voilà. Fonce Tsubasa. En même temps il fait pas d'effort. Ah juste quand je lâche. A plus. Je fais trop tôt. Il a même pas chargé jusqu'au bout.
スタートです。ヒューガ、ヒューガ、ダイレクトでパス。このパスをカットします。よし、こいつだ。握手した突破だ。よし、このスライディングが決まった。もらったぞ。かわして振り切った。敵陣を切り裂く。もらったぞ。ブリンク君飛び越えた。ここは抜かせません。ジト、そらパスを回す。あとドリブルを見送る。ハン君すごいスリーカット。あ、かわした。行け、シンガー。あー、これも取った。パントキックで大きく蹴り出した。よしパスを送る。ニタスルーパスを狙う。こら、鋭いスライディング。だから、いや、クライフォード、もらっ、よっしゃ、スライディングで止めた。どうせタックルも決めた。ハコまだスライディングで勝つ。ああ、ボールを取ることができません。それそれ、ゴールを狙う。シンガーポット。j'ai déclenché ma V-Zone pour être sûr. J'avais pas envie de me prendre un but. En plus, il était prêt, je me suis dit on sait jamais. Ok. Ils font beaucoup de tacles. Et on a gagné. On a gagné 2-0, bon, c'est très bien. On n'a pas fait le truc histoire, mais bah j'avais pas vu en fait. Mais c'est pas grave. イタリアに続いて厳しい戦いだったが、やったんだな。2戦連続まぐれとは言わせねえ。これが俺たちの実力だ。やっぱり勝負事は終わってみるまでわからんの。連続して優勝候補国を倒したんだ。俺たちだって優勝を狙えるんじゃねえか。そうさ、遠征最初の頃の俺たちとはもう全然違うんだ。ああ、成長したよな、俺たち。みんなが努力を怠らなかった結果さ。お、努力とガッツだけが俺たちの取り柄だからな。俺たちとか勝手にくくるな。よし、この調子で次も勝って全勝で予選リーグ突破を目指そう。お、それにしてもブライアン・クライフォード、俺ももっともっと頑張らなきゃな。俺たちが、え、tu l'avais dit hein, qu'il fallait pas les sous-estimer。信じられねえ。そんな、こんなと、みんなまだ下を向くな。クライフォード、確かに全勝優勝の夢は終わってしまった。だが次のイタリア戦を勝てばまだ優勝はできる。気を落としている暇はないはずだ。そうだ、クライフォードの言う通りだぜ。ああ、まだ俺たちの大会は終わってないんだ。これからも頼むぞ、クライフォード。任せろ、次こそは俺が勝利に導いてみせるさ。まあ今日のところは素直にこの俺たちに勝ったあいつらを祝福してやろう。この俺の顔に泥を塗った今日の敗戦は、そして
次に会った時は必ず俺たちが勝つ。それにしてもあいつに俺たちの攻撃を止めるほどの力があったとはな。そんなことも見抜けないなんて、まだまだ俺も甘いな。Eh ouais, j'ai eu des points d'amitié avec Lisman. Italie contre Sénégal. Italie et Sénégal, quoi. Qui est plus favorable ? Soria, yappari Italia sa. Sénégal est speed et défense no ura o toru team.でもイタリアはゴール前を固めるチーム、つまりセネガルは自分たちの型で戦えないわけだ。おい、セネガルの陣形見てみろよ。あれはセネガルが イタリアは守ってカウンターのチームだからロングボールは使いづらい。その前に相手を誘い出そうっていう作戦だな。セネガルのデータはプレマッチも含めてチェックしたけど、この戦い方は初めてだな。指導者からすれば選手が慣れていない作戦を取るのは怖いな。おそらく選手も不安なんじゃないか。そうですよね。それにテクニックはイタリアが上です。うまくいくかな。セネガルは攻めるこちらの裏を狙う作戦か。それなら、さあ試合開始。おっとイタリア、ヘルナンデス君の指示で全員が一気に上がっていく。セネガル意表をつかれたか。イタリアの高速パス回しについていけない。そしてルチアノ君にボールが渡った。そんな見え見えの手が通じるかよ。おいおい、もう先制点。ヘルナンデスか、セネガルの作戦を読んで。それで立ち上がり、しかも不安な気持ちのセネガルじゃあのパス回しは防げない。作戦勝ちだな。もうセネガルは攻めるしかない。でも攻めれば攻めるほどイタリアの術中にはまる。試合終了。イタリアセネガルに完勝。セネガルはサンゴール君の正確なロングボールも、イタリアディフェンスの網に苦し紛れのロングシュートもヘルナンデス君には通じず、逆にルチアーノ君のカウンターの餌食になり次々と失点。セネガルは圧倒的なボール保持率でイタリアを攻め続けましたが、結局1点も取れず。これでセネガルは2連敗で予選敗退が決定。一方イタリアはオランダと勝ち点3で並び、最終戦の直接対決に全てをかけることになります。思った通りの結果になっちゃったね。これでセネガルは予選の負けが決まったんだろ。ならもうモチベーションもなくなったんじゃねえの。だとしたら次は楽勝。確かにセネガルは選手の動きがバラバラで、統一っても足は速いしジャンプは高い。それにスピードがある分、勢いがつけば止められなくなるかも。もしあいつらにチーム一丸となる何かがあったら。今日も練習お疲れ。お疲れ様です。よう、お疲れ。ようやく待ちに待った晩飯だな。なんだろうな。とりあえず肉なのは決まってるけどな。そういやアメリカ来てから毎日毎食肉食ってるよな。ギャッ毎日たらふく肉が食えるんじゃから。ほんと食事を見てるだけでこっちの選手たちの体がでかい理由がわかる気がするよ。
どうした、翼。ここのところ元気ないじゃないか。ちゃんとありがとう。大丈夫だよ。ならいいけどよ。無理するなよ。うん。回転もこれ以上はもうやっぱりな。ヒューガ君、ドライブシュートのパワーアップが狙いか。うん、でもうまくいかない翼。これはヒューガ君のブラックボール。壁にぶつかった時に誰かの助けを借りるのは悪いことじゃねえ。俺もそうして。ヒューガ君、翼、一人で悩むな。ありがとう、ヒューガ。あ、ah, regarde, ceux-là, ils les avaient pas présentés, l'Arabie Saoudite. Finalement, le Brésil va voir le match. Jusqu'à présent, pour cause de calendrier.ブラジル戦はスタンドに来られなかったもんね。俺もブラジルの試合は生で見たことないからな。楽しみだぜ。ブラジルの中盤、ロベルトがつけていた背番号。ジュニアユースチームとはいえ、それを背負うカルロス・バーラという選手、一体どんなプレーをするんだろう。まもなく後半10分。ここまで両チーム0対0。サウジアラビアが前線しています。ブラジル、初戦のスペイン戦もそうでしたが、どうにもパスのつながりが悪い。おっと、ここもサウジアラビアにカットされた。これはまずいぞ。なんだよ、ブラジルってこんなもんか。そんな、どうしてブラジルがこんなバラバラなサッカーを。ボールを奪ったサウジアラビア、ブラジルゴール前へ攻め上がる。あっと、しかしボールを持った選手にブラジルの選手が凄まじい勢いで近づく。カルロス・バーラ、これはブラジルの10番カルロス・バーラ君のタックル。さ、そしてそのままドリブルで攻め込んでいく。La foutue boar. Carlos君、単独突破。次々とサウジアラビアの選手をかわしていく。ルシアのレオ君やキャプテンのアルベルト君もカルロス君を。しかし、カルロス君は後ろも周りも全く。エブ。決まった。カルロス君。フィールドの半ば以上を独走してのスータックル、ドリブル、そしてシュートまで全く無駄のない正確向きのテクニック。これがブラジルの10。おお、やっぱブラジルのエースってすげえな。翼くん、試合終了。ブラジル、サウジアラビアを撃破。試合途中までは調子の上がらなかったブラジルですが、試合終盤にエースのカルロス君は今日も得点を量産し、前の試合に続いて好調をキープ。ミッドフィルダーレオ君、ディフェンダーでキャプテンのアルベルト君、そしてゴールキーパーのケイジーニョ君もそれぞれのポジションで奮闘し勝利に貢献しました。それにしてもカルロス君はゴールを挙げた時も、こうして試合に勝った時も全く表情が変わりません。彼にとってはあまりに当然の結果すぎて喜ぶまでもないということでしょうか。今日の試合を見た感じ、ブラジルはあまり連携がうまくいってなかったな。
国内のクラブチームの調整に難航して直前まで代表チームを組めなかったらしい。チームとしての練習不足か。ブラジルはまだまとまりがなかったけど、強豪国にはよくあること。大会が進めばきっと調子は上がってくるはずだ。そしてエースのカルロ、確かにすごい選手だ。フィジカルも強いし、テクニックも正確。他の選手とはレベルが…でもなんだろう、見ていて少しもワクワクしないんだ。まるで感情が見えない。そう、勝つためだけにプレイする機械みたいなんだ。Non, ils ont engagé des cyborgs. 俺にサッカーの楽しさを教えてくれた。ロベルトがつけていた背番号10。同じブラジルの10番を背負っていても、こんなにも違うものなのか。Bah ouais, mais si c'est un robot, c'est normal qu'il a pas d'expression. Le Portugal aussi, on l'avait pas vu dans la présentation. Les équipes qu'on peut pas jouer contre eux. Peut-être dans des futurs DLC, on sait jamais. ドイツ対ポルトガルの一戦、まもなく前半終了ですが、ここまで全くのドイツペース。シェスター君とカルツ君が中央のスペースを完璧に支配して、ポルトガルにボールを渡さず、前線のハイネ君がボールを供給して、マーガス君とシュナイダー君が得点を量産。 Ils aiment bien cette expression, ils enfilent des buts comme des perles. またもやハイネ君からシュナイダー君にボールが渡った。決まった！シュナイダー君のファイヤーショット、これでハットトリックだ。まさにドイツの若き皇帝、その名にふさわしい活躍だ。みんな、なぜあのシュートがファイヤーショットと名付けられたか知ってるか？え？いや、こいつの言ってる通りだ。え？火の玉シュート、目にも止まらぬあのシュートは実際に燃えているんだ。空気とボールとの摩擦か、シュートした際のスパイクとボールの摩擦か、またはゴールネットとボールの摩擦か、いずれにせよゴールインしたボールはプスプスと焦げ臭い匂いを放っているんだ。そこから名付けられた一撃必殺のシュート、それがシュナイダーのファイ。一撃必殺。試合終了。ドイツ、ポルトガルを全く寄せ付けず、まずは最初の勝利を手。ツートップのシュナイダー君とマーガス君、ダブルボランチのシェスター君とカルツ君、そして攻防一体となったこの布陣、全く隙がありません。優勝候補筆頭との評判通りの戦いでした。カール・ハインツ・シュナイダー、ヒューガ君が世界一のストライカーを目指すために、その第一のライバルになる。ああ、今日のシュナイダーのファイヤーショット、回転も伸びも少し以前とは違って見えた。まさか。Ça va, ils ont mis pas mal de dialogues, donc ça fait que la durée de vie est assez longue pour ce jeu. En plus, il faut le refaire au moins, faut le faire trois fois, ce mode-là. D'où les trois écoles. Faut le refaire une fois avec la Furano pour débloquer le chemin vers le Brésil. Et ou les États-Unis, et une fois avec la Toho pour pareil, soit faire la finale contre le Brésil ou contre les États-Unis.
Ah, il va peut-être me demander de lui donner son cœur. Que je lui donne mon cœur. よし。 ちょっとだけ輝いてるね。ちょっとだけ。 Ah, il veut m'apprendre sa technique. Compétence farceur intouchable. Une compétence. Ya, nani ka yokai? Il veut dire, eh non, pas encore cette fois-ci.
j'ai réussi à passer. Putain, une fratrie de 8. Expert de zone. Ah d'accord, premier truc, il m'a présentation. Ah, événement supplémentaire. Yeah. Ah, bonus d'équipe, stade de tous les coéquipiers augmentés dans les prochains matchs. Ah, le mec il voudrait que je vienne en Argentine. Vitesse de remplissage de la zone augmentée. Bah. Alors. Ah, j'ai 50. Ah non, c'est là que j'ai eu des trucs. Je crois que c'est compétence, hein, c'est pas technique.
en a eu un nouveau. Passe courbe. Passe contrôlée. Je crois que c'est ça que j'ai eu nouveau. Une passe longue et puissante afin de mieux trouver les pieds du destinateur. Non, on va laisser. Et tac, ça va changer. Et ça, ça va pas changer. Bon, on est parti. Hein. On va affronter le Sénégal. Alors. But du Sénégal à deuxième mi-temps. Avec Sorimachi Sawada sur le terrain. Sorimachi marque avec l'aide de Sawada. C'est dur ça. Avec Matsumaya, Yuga et Soda sur le terrain. Le Japon marque dans la deuxième période. Voilà la condition pour débloquer. Et la condition d'achèvement. Matsuyama à la balle. Et la zone V, tourbillon déchaîné du Sénégal est activée. Matsuyama à la balle. Et la zone V du Sénégal est activée. D'accord, faut que je mette un but en deuxième période. Leur truc activé après et que Matsuyama... Normalement ça c'est faisable. C'est parti. Yosh, minna kike. Kyou no aite, Senegal wa takai shintai nōryoku o ikashita speedo no team da. Ashi no hayai forward ga defense no ura ni hashiri. Midfielder no 3 goal ga soko ni long ball wo okuru. Kore ga Senegal no kōgeki no kihon no kata da. 彼らと単純に競争するのは不利だから、ディフェンダーはオフサイドトラップを仕掛けていこう。ゴールキーパーは空いたスペースのカバーをしっかりと頼む。そしてセネガルはヘディングも多用してくる。高さ勝負にも力を入れた方が良さそうだ。一方、守備だがオランダ戦とイタリア戦で見た通り増えてとしている。総合的に見て スピードでは彼らが上だが、テクニックや連携はこちらが上だ。自信を持って戦ってほしい。いいな。はい。向こうは2連敗して、もう予選敗退が決まってるんだろう。俺たちはそのイタリアとオランダに勝ってるんだし、まあ余裕で勝てるんじゃねえの。 今の俺たちに油断していい相手なんて一つもない。一瞬の気の緩みで全てを失うなんてのはサッカーじゃよくあることだぜ。おい、セスキーアリーベアベクレペイバ。みんな聞いてくれ。どうした翼。俺たちはすでに決勝トーナメント行きを決めている。だからこの試合はそれほど重要じゃないって思ってる選手もいると思う。だけど 俺たちの目標は世界一だ。決勝トーナメントに行けばもっと厳しい戦いが待っているに違いない。その前に気を緩めるのはいいことじゃない。そうだ。一度気を緩めると力が抜けてしまってそれを取り戻すのは思っているよりも難しい。だからこの試合も全力で戦ってそして勝つ。みんな 勢いをつけて 決勝トーナメントに行くぞ。 ouais, la Hollande,
何言ってるんだ。お前は何も悪いのはあんな単純な戦術しか組まない監督さ。あんなので世界で勝てるわけないんだ。そうだろ、サンゴール。うん、僕もそう思うんだけど。よし、みんな揃ってるな。今日の相手は日本。ここまで2試合勝って勢いに乗っているチームだ。だが身体能力はそれほどでもない。つまり我々とは相性のいい相手だ。今日こそセネガルのスピードサッカーの威力を世界に見せつけてやれ。返事はどうした。はい、サンゴール、うちの選手たちがそれは足の速さとジャンプ力です。ならばサンゴール、身体能力はみんなより劣るが、チームナンバーワンのテクニシャンとしてお前が果たすべき役目は何だ。チームメイトの良さを引き出して試合を作ることです。そうだ、だからこそ私はこの戦術を何か文句があるのか。ないとでも思ってるのかよ、チャーロ。サンゴール、キャプテンとしてみんなに気合を入れてやれ。はい。みんな、今日が最後の試合になるけれど、最後まで僕たちらしく戦おう。そうだ、それでいいんだ。それじゃあ私は先にベンチに上がっているからな。サンゴール、なんで言い返さないんだよ。本当にお前は。でも監督が言う通りだから、僕がみんなの良さを引き出せれば間違いなく勝てるんだよ。だからみんなで頑張ろう。サンゴール、今日は予選リーグ3回戦、日本対セネガルの一戦が行われます。全日本はイタリア、オランダに連勝し、すでに予選リーグと、一方のセネガルは2連敗し、予選リーグ敗退が決定しております。置かれたチーム状況が誠に対照的なチーム同士のこの椅子、日本が3連勝し勢いを増して決勝トーナメントに挑むのか、それともセネガルが意地を見せるのか、まもなくキックオフの時間です。君がキャプテンだね、今日はよろしく。うん、よろしくお願いし、今日は勉強させてもらいます。勉強なんてそんな、お互い力を出し切っていい試合をしよう。サンゴール、お前の本当の凄さはサッカーを始めた頃からずっと一緒にやってきた。お前のテクニックは世界の誰にも負けや、俺たちが必ず。お前、bon c'est parti。Tiens, pour une fois, je vais mettre les tirs. Merde ! Ah si, c'est bon. Je crois que j'avais mis un didacticiel ou un truc comme ça. Oh là ! Là, il y en a 3, 2, 2, 1. Bon, on va mettre ça. Bon, c'est parti. Vous voulez en entendre une bien bonne ? J'ai déjà oublié les défis histoire qu'il faut faire. Ah si, je crois qu'il y a un truc avec Matsuyama ou je ne sais quoi. Si.
La deuxième mi-temps, il faut que... Ouais, j'ai pas bouffé beaucoup de son truc. Ah, il n'y a pas eu but, c'est dégueulasse. Ah! Vas-y, Tsubasa! Taro. Allez, ce coup-ci on le met. Ah ouais, mais le mec il dégage sur les côtés. La défense ne reprend pas le ballon. Moi je fais des centres. Hein. Dans ces moments-là. Ah, j'aurais glissé dans le vent. Joli. Oh, j'ai mis mon but. Ah, je suis content. タックル。
前半はよくやった。はい。スピードが特徴っていうからどれほどのものかと思ってたけど、今のところはなんとかなってるな。それだけわしらも世界のスピードに慣れてきたってことたい。Bah non, c'est juste que. C'est juste qu'ils ils sont rapides et tout ça, d'accord. Mais leur plan de jeu, il est un peu bancal. Donc la vitesse ne fait pas tout. Hein. Non. そうだな。セネガルの他の選手とは違って力強いって感じはしなかったかな。その代わりボールさばきはすごいよ。なんていうか言葉にしづらいんだけど、もっとできるんじゃないかなって気はした。そうか、ありがとう。今のところセネガルはシンプルなサッカーをしているから、こっちの対処も難しくないけど、あのサンゴールという選手、あいつのテクニックはセネガルの中で優れているって。もしあいつがもっと積極的に自分と味方を使うようになったら、状況は一変するかもしれないぞ。みんな何をやっているんだ。身体能力では圧倒的にこちらが優位なんだぞ。それを引き出すのがサンゴール。すみません。おい、なんだ。自分の戦術のまずさを選手に押し付けるな。今何と言った。何度でも言ってやるさ。あんたのサッカーじゃ勝てないんだよ。ちょっとジャロ、止めるな。今日という今日は言わせてもらう。監督、俺たちはあんたのやり方にうんざり。自分の思い込みで自分のやりたいことばっかり押し付けやがって。俺たちは他のことだってできる。俺たちにだ。何を言っている。テクニックが未熟なお前たちに他のサッカーなど。そう思うのはあんたが俺たちを何。そうだろ。そうです。ジャロの言う通りで。俺たちをバカにしないでください。お前どうせこの試合が最後なんだ。後半は好き。サンゴール、後半はお前の考えで俺たちを使うんだ。え？これまでは俺たちの動きにお前が合わせてきた。今度は逆だ。お前の動きに俺たちが合わせる。お前のテクニックと戦術眼ならもっと俺たちをうまく使えるはずだぜ。そうさ、ミニゲームでいつもやってるあれをやればいいんだ。でも俺たちはちっちゃい頃から一緒にサッカーしてきた。だからお前の力は俺たちが一番よく知ってる。お前は俺たちとは違う。だから自信を持て。お前は絶対にすごいんだ。最後くらい俺たちの力をみんなに見せてやろうぜ。ジャロ、分かったよ。みんなが僕を信じて、僕も頑張ってみるよ。よしみんな、後半はいつも通り行く。俺たちのキャプテンはすごいってことを世界に見せつけてやろうぜ。 Donc là la stratégie va changer。 みんな僕の周りを囲んでパスの選択肢を増やしてほしいんだ。もらったぞ。素早く横に飛ばす。敵陣を切り裂く。よし、チャンスが決まった。キューだ。もらった。得意の直攻。あー、メアン。それ、この c'est vrai que ça fait beaucoup de tac。 横にかわして突破。そうやった。一番かわした。もらった。使っていった。スマート。パスを回す。あー、このスライディングが決まった。横にかわして突破。セネガル、これで三崎君、ここは行かせません。ジドラ、パスを回す。三崎君、ここはパスを回す。
Non, je le tacle. Marquera pas. Waka, qu'est-ce que tu fais? Allez Yuga, on est parti. Ah bordel, je sais qu'ils font des tacles. Non. Ah oui, j'allais dire, on va pas s'en prendre un deuxième. J'appuie. On a gagné. Ça devenait compliqué. Mais le truc d'histoire, j'ai pas compris. Hein. J'ai dû me tromper quelque part. Je crois que j'ai fait le con, je crois que j'ai enlevé un truc, un passif que j'aurais pas dû enlever.
めん、みんな。僕のこと信じて頑張ってくれたのに勝てなかったよ。いいんだ、試合結果なんか気にするな。チョロ、どうせ俺たちは予選敗退は決まってたんだ。そこでやりたくないサッカーやって勝っても何の意味も。それより後半のお前は最高だったな。日本の選手も面食らってたぜ。でも僕のテクニックも少しは世界で通じるんだね。それは自信になったかも。何言ってるんだ、テクニックだけじゃないだろ。俺たちのスピードを生かす指示と正確なパスワーク、それができるのも3ゴール、世界中でお前だけだぜ。ああ、ジャロの言う通りだ。俺たちがこんなすごいサッカーができたのは3ゴールがいたからさ。今日の試合を見た世界中の人がそれを分かったと思うぜ。そんな今日の後半のサッカーができれば俺たちは世界で戦っていける。その司令塔はお前しかいない。これからも頼むぜ3ゴール。みんな、僕これからも頑張るよ。みんなの力になってみんなと一緒に戦っていく。だからよろしくね。ああ、一緒に世界と勝負しようぜ。Ouais, bah, j'avais perdu. 私は間違っていた。私は選手の能力を決めつけ、その思い込みを押し付けていただけだったんだ。自分がやりたいことを選手にやらせるのではなく、もっと選手を見て指導をしなくてはいけなかったんだ。後半の君たちのサッカーは素晴らしかったよ。セネガルサッカーの歴史は彼らが新たに作っていくに違いない。君たちの今後を楽しみにしているよ。やったな、翼、3連勝だぜ。うん、どうしたんだよ。勝つには勝ったけど、後半は随分彼らに押されてしまった。あいつらの気迫すごかったな。チーム一丸ってやつだ。手ごわいなんてもんじゃなかったぜ。セネガルの選手たちはキャプテンの3ゴールを信じてそのためにまとまっているように見えたな。うん、チームメイトたちが彼を押し上げて、彼もチームメイトたちの期待に応えようとしてた。サッカーに一番大事なのはパワーでもテクニックでもスピードで、選手一人一人がチームみんなのために、チームみんなが選手一人一人のために。当たり前のことだけど、それを改めて教わったよ。初心忘るべからずだね。翼君、今日はいい試合をありがとう。こちらこそすごくいい勉強をさせてもらったよ。あれ、お互い試合前と言ってることが逆だね。本当だ。それじゃあ決勝トーナメント頑張ってね。応援してるから。ありがとう。Bah, c'est gentil, monsieur. さあ、予選リーグ A 組の最終戦、イタリア対オランダの一戦が間もなく始まります。勝ち点3同士の対戦ですが、得失点差の関係でオランダは引き分けでも予選リーグ突破、一方イタリアは勝利が絶対条件。状況的にはオランダ有利ですが、果たしてどうなりますでしょうか。俺たちのサッカーは攻撃が身上だ。引き分け狙いなどというつまらないサッカーはしない。完璧に勝ちに行くぞ。おう。Bon. 相手は絶対に攻撃的に来る。On va voir. On va voir qui va être sélectionné. 噛み合わせのいい相手だ。勝機は必ずある。この一戦に力を出し切るぞ。おう。ルチアノ。分かってるから邪魔すんな。集中してるんだ。
J'aurais pu mettre des images. ここまで耐え続けたイタリアの初めてのカウンターアタック。ルチアーノ君のドリブルにオランダディフェンダーがたまらずエリア内で足を引っ掛けてしまいました。PKを蹴るのはコンティ君です。 おい、ルチアーノ、なんで俺に PK 譲ったんだよ。はあ、見せ場をやったのに文句言う気かよ。さてはお前PK 苦手だな。うっせ。Mettez deux mains. Oranda, ついに同点に追いついた。素早いパス回しでディフェンダーの隙を突き、一瞬フリーになったクライフォード君がシュート。 ヘルナンデス君も反応しましたが、黄金の右腕がわずかに及びませんでした。やったな、クライフォード。まだだ。まだ同点だ。残り時間。 もう1点取りに行くぞ。 Bah non, t'es pas obligé. みんな、まだ終わりじゃない。 最後まで諦めるな。 耐え続ければチャンスは必ずある。 Si tu finis ex aequo, tu gagnes. カイザー君がサイドライン際を駆け上がる。レンセン、カイザー君、逆サイドのレンセンブリンク君にパス。クリスマン、レンセンブリンク君、中央のクリスマン君に折り返す。イタリア、ディフェンスが左右に振られている。今だ、クライフォート。あっと、クリスマン君がダイレクトでスルーパス。 イタリアディフェンスラインの裏に走り込む。クライ、これでキーパーと1対1だ。クライフォートは必ず俺の右を狙ってくる。同点にされたのは俺の責任だ。だから今回は絶対に止める。この腕が壊れようと絶対に止めるんだ。お前の右腕、俺がもらっ。Eh ben mettez. Oh le tir. Mettez deux bras. イタリアを俺の黄金の右腕をなめるな。何と取った。ヘルナンデス君、この土壇場でスーパー、いやミラクルセーブだ。 ゴールを確信していたオランダの選手たちが驚きの表情で立ち尽くしている。今だ。ヘルナンデス君、素早いリスタートだ。そしてボールはフィールド中央で待っていたルチアーノ君に通った。イタリア、これがようやく来たか。待ってたぜ。しまった、戻れ。ただ一人攻め上がるルチアーノ君。その前に オランダのディフェンダー3人。ここは倒産。<笑>てめえらみたいな雑魚に今のなめるな。これはルチアーノ君、なんと華麗なリフティングテクニック。オランダディフェンダー3人に囲まれながらなおボールを渡さずにリフティングを続けている。
ルチアノ君が前に行けない間にクライフォード君が猛スピードでゴール前に戻って不本意だ引き分けで逃げ切るしかないそのためにもボールを奪うさあルチアノ君の背後にクライフォード君が迫る クライフォード君に気づいたルチアノ君動揺したかボールを蹴り損なった大きく跳ねたボールが宙にこう描くこれでイタリアバンジ急須いやえノンスラベルパスここに走り込んでくる選手がいるこれはゴール前で守備をしていた調子しまったそういうことだったら俺たちが時間を稼いでいたんじゃないあいつの方が味方が上がってくるまでの時間オランダ選手は Il a évolué, maintenant il fait du travail d'équipe. C'est ce qui va le rendre plus fort. タルデリ君の起死回生の一撃がオランダゴールに突き刺さったまさかの事態に崩れ落ちるオランダイレブンその中で呆然と胸を張るルチアノ君最後のプレーはまさにイタリアのサッカーだ Ouais, t'as fait une passe quoi. Au lieu de jouer tout seul. イタリア対オランダの白熱の一戦は、イタリアが劇的な勝利。決勝トーナメントへ駒を進めました。その立役者になったルチアノ君、イタリアのイレブンにもみくちゃにされています。やったな、やったな、ルチアノ。俺に抱きつくな。 ジーノのところに行け、ジーノのところに。ルチアーノ、やったな。ジーノ、お前までかよ。ルチアーノ、今日の勝利は君のおかげだ。どうってことねえよ。右手ぶらつかせてどうしたんだよ。怪我でもしたのか。クライフォートの最後のシュートでやられた。多分指が2、3本折れたかな。痛えんなら、さっさと病院行けよ。後でね。 今をさ、みんなと喜びたい。勝手にしろ。なんだ、もう戻るのか。何度も言わせるな。慣れ合うつもりはねえんだよ。じゃあ、せめてハイタッチくらいしよう。早く病院行けよ。メギーは、des doigts pétés。Ouais, non, ça va aller. C'est tranquille. Bah oui. それにはまず厳しい練習で技と体を徹底的に磨かねばならない。同時に無数の戦術を頭に叩き込み、実践を重ねて応用を学ぶ必要もある。そうして経験を積み、練度を高め、チームで意識を共有する。それが完成した時、 オランダサッカーの真髄、個人と組織が一体化した最強のチームになる。トータルフットボール。そうだ。だが道は長く険しい。才能豊かな君たちをもってしても届かないかもしれない。それでもやるかね。はい。うん。わかった。ならば我々も力を尽くそう。クライフォート。 君にその覚悟があれば必ずたどり着ける。オランダサッカーの未来は今ここから始まるのだ。Voilà. Ils sont qualifiés.
正直に言って君たちがここまでやるとは私の予測を超えていたよ。予選が始まる前は3連敗したらバカンスに行こうと考えていたんだが。ああ、それはひどいぜ監督。もちろん冗談だ。しかし君たちは本当に強くなった。アメリカとドイツのプレマッチの時はまともに試合ができるかどうかも不安だったのにな。それもこれもみんながチームを強くするために頑張ってるからですよ。相手の動きにもついていけるようになったし、一試合ごとに連携も深まってる。俺たちはまだまだ強くなれるぜ。確かに強くはなってるが、上には上がいることを忘れるなよ。もちろん言われなくても分かってるさ。あ、なんだ。片桐君、今アメリカ対フランスが終わりましたよ。あ、États-Unis France。どっちが勝ったんですか。フランスだ。圧勝だったよ。そうですか。Il dit jamais les scores。あのブレイクとかアズワンとかを蹴散らしたのかよ。やっぱり強いんですね。それがブレイクとアズワンは試合に出ていなかったんだ。え？ま、両チームとも予選突破は決めているから休ませたのかもしれない。一方フランスはフルメンバーで臨んできたからな。控え中心のアメリカではちょっと勝負にならなかったよ。フランスには国際大会をアメリカに奪われたという意識があるだろうから、それも仕方ないな。そうか、そういう理由があるんだったらそりゃフランスも意地になるよな。負けても構わん試合があるというのは理屈ではわかるが、あまり好かんたい。ああ、やっぱりサッカーは勝ちに行かないとな。そうだ、特に我々のようなチャレンジャーは一戦一戦に力を尽くすことが大事だ。予選リーグももちろん真剣勝負だったが、決勝トーナメントは今まで以上に気合の入った強敵たちと戦うことになる。みんな、予選突破の喜びはここまでだ。ここから新たに気を引き締めていくぞ。はい。なあ、もうすぐ新しいゴールキーパーが合流するらしいぜ。俺も聞いた。あの幻のゴールキーパーなんだって？ハードウィッシュ、キーパー。いやあ、足のリハビリマジできついです。もうほんとやめたい。そんなこと言いながら、毎日熱心だよな。そりゃそうですよ。マジでやらなきゃサッカーに失礼ですもん。サッカーは裏切りたくないんで。シュナイダーさんは？シュナイダーなら最新のマシンを試したいとか言ってトレーニングルームに行ったぜ。なら今がチャンスか。カルツさん、実は聞きたいことがあるんです。おう、なんだ？カルツさんってシュナイダーさんの幼馴染なんですよね。そうだが、それがどうかしたか？ああ、いえね。それならシュナイダーさんのお父さんが。シュナイダーの親父さんなら家を出てどこかの港で働いてるみたいだぜ。港で？シュナイダーは何も言わねえけど、家族でいろいろあったみたいでな。カルツ、それってシュミットとのことが関係してるのか？ま、そんなとこだ。シュミットって誰だっけ？ハンブルクのトップチームの選手だよ。ああ、そういや一時期ずいぶん名前聞いたな。前にハンブルクが低迷してた時、監督が体調崩しちまってな。それで親父さんが代行になったんだ。で、その時親父さんはチームの主力だったシュミットをスタメンから外した。二人は前から仲が悪くてね。そのせいでシュミットはチームを出てくのなんのって騒ぎ出しやがったんだ。でもシーズン結果だけ言えば失敗だった。親父さんが代行の間チームの成績は低迷しっぱな。それで監督が戻ると親父さんはクビにされちまった。しかも試合に出始めたシュミットの活躍でチームは3位まで躍進。
親父さんはすっかり悪者にされたんだ。親父さん、かなり精神的に参ったみたいで、そのあたりからシュナイダーの家族はうまくいかなくなったみたいだった。シュナイダーも親父さんのことでやじられたりしてたしな。辛かったと思うぜ。そうなんだ。でも今のシュミットって別にすごくないよな。それはそうさ。わずかなプレーパターンを勢いだけで繰り返す選手だったんだ。相手チームに動きが読まれるようになれば簡単に止まりますね。それにシーズン中にスタミナ切れを起こして動きが極端に悪くなりやがって。親父さん、シュミットにその辺のことを散々言ってたんだけどね。それじゃあさ、結局はシュナイダーの弟。ま、そういうこと。そうか。それでシュナイダーさんはお父さんのために。それ、翼、もう一丁。ああ、oui, il tire dans le gros ballon. だいぶ勢いのあるボールが蹴れるようになったじゃない。うん、かなり足腰が鍛えられた気がするよ。でもこれだけじゃダメだ。まだ何かが欠けている。よし、俺も。ヒューガ君はやっぱりすごいな。俺じゃそんなに勢いのあるボールは。脚力はもちろんだが、重いボールを蹴るにはコツもあるのさ。この重いボールは闇雲に蹴ってもダメなんだ。強い足腰と全力のキック力がぶつけられるフォームが必要な。全力が出せるフォーム。それ。お、やるじゃないか。どうした翼。これだ、これだ。何か掴んだみたいだな。なら、あとは練習するだけだな。ありがとう。今日で予選リーグも終了か。はい。我々の他に勝ち残ったのはイタリア、フランス、アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、ドイツ、ウルグアイです。あ、ah, il y a l'Uruguay aussi. Donc, alors, les premières. Donc, je sais pas, ça ferait quoi. Je sais que la France a gagné les premiers de leur poule. L'Allemagne est premier de la poule. Et le Brésil aussi, je crois. Non ? どのグループも順当な結果だな。しかし今日のブラジル対アルゼンチンは驚きました。アルゼンチンがディアスを使わない。両国のライバル関係を思えばメンツにかけてぶつかり合うと思っていたのですが。それだけアルゼンチンも本気で優勝を狙っているのだろう。決勝まであと3試合。エースのディアスをフル活用するため1試合の休養を与える。そして予選を2位で通過することで次戦組みしやすい我々と当たる。ああ、 on va affronter l'Argentine。 やはり我々は舐められているのですね。だがそれならそれで構わん。相手が油断しているならそれに。はい、翼を中心に選手たちは本当に強くなってきました。今の彼らは十分に世界に通用します。若者の成長とはすごいものだな。毎日本当に驚かされるよ。その彼らの成長に指導者の我々が置いていかれてはなるまい。はい、早速次に当たるアルゼンチンの分析に入りましょう。 Donc on va affronter Diaz, mon pote argentin.あと少しで掴めそうなのに何が足りないんだ。翼くん、
どうしてここに？僕もちょっとドリブルの練習してたんだけどね。小次郎から翼くんのことを聞いてさ、だいぶ苦労してるみたいだね。うん、もうちょっとで全部が噛み合いそうなんだけど、うまくいかなくて。まったく水臭いぜ。そんな大変なら俺たちに言ってくれりゃいいのに。でもこれは俺の技術の問題だからさ。なあ翼、昔の話だけどさ、俺と翼とロベルトが初めて会った日、ロベルトが俺たちにオーバーヘッドキックを見せてくれただろ。うん、そうだったね。それで翼はすぐに練習し始めて、結局日が暮れるまでやって。そうなんだ。その時からもうあのオーバーヘッドすごくかっこよくて、あれができたら楽しいだろうなって思って。ああ。あの時の翼は本当に楽しそうだったけど、今の翼は楽しそうじゃないぜ。え？うん、僕もそう思う。今の翼くんは楽しむことより勝つことの方、もちろんそれが悪いってわけじゃないけど、なんだか。あ、そうか。チームが勝つために、世界一になるために、そしてプロになるために、最近の俺はそんなことばかり考えてた。それで自分の一番大事なものを見失った。翼くん、大好きなサッカーを楽しむ、それが俺の原点。よし、やってやるぞ。ふう、俺のドライブシュート、アメリカの空に羽ばたけ。おお、よっ。ちょっといい？どうした？ああ、うん。そうだね。すまない。はい。うん。Bah, vous savez quoi ? Et ben, on va s'arrêter là. Quart de finale.
Tant que je dis pas de bêtises. C'est quoi, c'est quart de finale? Demi-finale? Finale? Donc il reste 3 matchs. Ouais, c'est ça. Donc ouais, on va s'arrêter là. Et comme ça, dans le prochain épisode, on fera les quarts, la demi et la finale. Et puis ce sera fini pour Tsubasa. Donc bah merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi ça me plaît toujours autant, même les dialogues sont pas mal, les petits trucs d'événements au milieu et tout ça. J'ai encore un peu de mal avec les défis histoire, je vous le cache pas, mais ouais, on va tout faire pour gagner et puis à gagner la coupe. Donc bah merci encore merci encore d'avoir regardé. Je vous dis comment on fait, ah ouais, comme ça. Je vous dis merci à tous. Prenez soin de vous. Et à ciao les amis.